はいみなさんこんにちは、こんばんは。ココメチャンネルのショーが、今日は月、ムーンに関する話をいたします。よろしくお願いいたします。まあ、タイトル、月というでかい漢字1文字ということでね、まあ、珍しいタイトルですよね。で、えー、なぜ月なのかっていうと、私、月が大好きなんですよね。まあ、月を観察して毎日毎日見ています。で、沖縄に今住んでるんですけど、沖縄はね、あのまあ、月の観察には向いてるんですよ。空気が意外と綺麗でで、海なんか行くと邪魔な、ね、あの建物がないので、はっきり月が見えるんですよね。 でまあ、海に行って観察をすることもたびたびあってで、そこでね、サンゴを保全する環境保護団体の、まあ、方と、まあ、知り合いになってです、ね、まあ、話を聞く機会がありまして、まあ、インタビューがてら話を聞かせていただきました。で、月の話になったんですけど、えー、おーなるほどなっていうね、沖縄独特の月の話というのをお届けします。月はですね、まずあの基本的な知識ですけど、まあ、月の引力によって、まあ、月が例えばの、 皆さんが浜辺に立っていて、海を見ていると、でその視線の向こうに月があった場合、まあ、満月でも三日月でも関係なく、月があった場合は、潮が海が全体的に向こうに月の引力で引っ張られて浅くなっていくんですね。で、自分たちが浜辺に行って、背中の方の遠くに後ろ側ですよね、要するに後ろ側に月があった場合には、引っ張られる方向が自分たちの背中の方に引っ張られるので、海は満潮になっていくわけですよね。 そうやって海の潮が、満ち引きが月によってなされているんですよ。月の移動によってね、ものすごい引力ですよね。だからその引力で人間の体内の血液、リンパ液も引っ張られてるんです液体って引っ張られやすいですから。だから体調に変化が生じるってことですね。まあ、ここで豆知識ですけど、まあ、女性の月経体じゃないですか。あれ月ってついてますよね。あれ1ヶ月ごとに来るからとかじゃないんですよ。あの全く違って、あれ月、あのお月様の月の意味なんですよ。 昔ね、古事記にも読んだことあるんですけど、あの古事記読んだときに、あの月に関する表現がいっぱい出てくるんですよね。でそれどういうものかって言ったら、まあ、ほとんどは女性の月経を表してるんですよ。で月経を表していて、昔はあの薬とか、またはあの仕事とかそんなにちゃんとやってなかったので、あの薬はなかったですからね、あの人工的なものなかったので、女性の方の生理っていうのは、一番あの、なんていうんですかね、あの 1>, 1日、1日、月の一番初めに来ていたんですよ。で、29.5日周期でっていうことで、排卵の日とかみんなあの一斉に来たんですよね。もうほ,ほぼ一緒なんです、みんな。もうほぼずれずに。で、満月の夜になって、ということなんですよね。排卵。で、その日に、まあ、子供をあの、ね、産むような作業をすれば子供が産まれるよっていうふうに決まってたんですよ。で、あの、だから、 あの月のものとかね、まあ、月に関する言葉でその月経を表しているんですよね。月を経るって書いてあるじゃないですか。ね、あの要するに、まあ、月に関してということなんですよね。月に関するものなんですよ。人間の体の作りがってことですね。で、まあ、元に戻って沖縄の話ですけれども、まあ、海の中にいる生物がいるんですけど、いろいろね、サンゴってあるじゃないですか。あのサンゴって基本的にね、あの植物じゃないんですよ、動物なんですよね。 でえー、と卵と、まあ、精子を出してで、海の中でそれが合体してで、また新しいサンゴが生まれるんですね、赤ちゃんがね。でそういうふうに、まあ、動物的なものなんですけれども、でそれはねあの、いつそういうふうになるのかっていうと、あの1年に1回、一番大きい満月の夜しか、1年に1回しかそういうことが行われないんですよ。これ不思議じゃないですか。1年に1回ですよ。 で海の中は、そのサンゴが、もうあらゆるサンゴ、全サンゴですよ、もうすべてのサンゴが、あの卵、メスは卵だし、男,あの男っていうかだん、まああの、男性の方ですねオスは、まあ、精子を出して、それが合体して、まるでね、キラキラキラ,キラあの満月に輝いて、海の中から見ると、ですねもう夢のような世界が展開されるという話をしていました。これは不思議ですよね。あと、まあ、イカですよね。 イカってホタルイカとか光るじゃないですか。あの光って、まあ、青色とかいろんな色に光るんですよ。何色かあの光るんですよね。あの3色ぐらいの光を放ってるんですけども、えっ、ー、とね、満月の夜はね、お本当にね、あのこの画像あるんですけど、これ、これ、あのこれはその方が撮ったんですよ。この画像のイカ、これ、月っぽいでしょ。このの満月の夜に 満月の夜だと、この月と同じ、全く同じ波長の光を体から出せるんですよ。で、月と同化するんです。で、月と同化すると、どうなるのかっていうことなんですけど、あの、微生物、魚、小魚とか、見えないんですよね、イカの姿が。月と同化してるんで。月の満月の光とイカが重なって同化して、 何にもいないように見えて、月の光だけに見えるんですよ。で、なんで月の光に化けるかっていうと、満月の夜って魚が活発になるんですよね、どういうわけか。すんごい活発になるんですよ。でプランクトンも活発になるんですよ。で、小魚も活発になって、プランクトンを食べまくるんですよね。だから岩の陰に隠れていた魚とかも全部出てきちゃうんですよ、満月の夜って。で、海はもうお祭り騒ぎなんですよね、本当に。 で、もうイカはそれを上から見て食べ放題なんですよ。でもイカの姿で近づくと逃げていってしまうので、自分の体を月のね、月光を出すんですよね。体から。そうすると、わかんないですよね。わからないので、もう見えない状態ですよね。だからね、同化して。だから、もう食べ放題。もうお祭り騒ぎ。もう海では、満月の夜はもう賑やかなんですよ。海の中は。実は。 これがね、海面を見ている人間には静けさしかないですけど、海の中はお祭り騒ぎということなんですよね。本当に。不思議な話じゃないですかね。その月、ね、人間はどうでしょうね。あの、さっき言いましたけど、月の光が当たってるところは、まあ、温度が非常に高い、うん、あの、部分なんですよね。あの、光が当たってるところっていうのは、 光が当たってるとこっていうのは110度もあるんですよ。で、当たってないとこはマイナス170度。気温差がね、280度あるんですよね。これはすごいじゃないですか。ねで、月をよく見ると、まあ、この画像をよく見ると、光が当たっているっていうのは太陽の光が跳ね返ってるんですね。鏡のようにね。で、当たってない黒い部分。見えますよね。 これはっきり見ると肉眼でも見えるんですよ。ちゃんとずっと見てると。目が慣れてくるとね。月って丸いんですから、丸い形が別に欠けるわけじゃないんですよ。月の光の当たっている部分が増えたり減ったりしているだけなんですよね。でもすごい眩しくないですかこのね、月の光にはパワーがあるんですよ。本当に。だからなんかパワーソントラ持ってる方ね、なんか月の光にあの当てたりなんかするじゃないですか。 まあ効力あるかもしれないけど、まあ、言っちゃなんですけど、あの99%のパワーストーは偽物なんでね、あれ作り物ですよ。プラスチックとガラスの合成なんでね、あの中国で秘密工場で作ってるんですよ、本物らしくね、わざと汚して、わざと自然の石に見せかけ、傷をつけ、本当に、だから安いんですよ。でで高いもの、本物かっていうと、高いものも偽物ばっかり。か本物はね、自分で取りに行かなかったら全に入んないですよ、本当。パワースト 気休めってことですね。気休め、本当にね。うん、だってそんなね、1000円、2000円でね、本物の水晶を削って、ちゃんと丸くしたものを売ってるわけないじゃないですか。私、は山梨に散々水晶狩りって言ってね、水晶を取り行きましたけど、いやいや、綺麗な水晶を探すのは大変ですよ、本当に大変。うん あの、福島にもね、あの、いろんな宝石をね、山の中探しに行ったけど、熊とか出たりね、もう大変。いや、本当に、あの、オパールとかあるんですよ、福島。楽しいですよ。あの、石割るとオパールが出てくるんですよ。本当に綺麗な。な、まあ、もう、だ、もう、すんごい楽しくて、若い時はね、あっちの山、こっちの山って、まあ、世界中行きましたよ。本当にね、ブラジルがね、一番取れるんですけどね、今、ブラジルはちょっと管理がうるさくなっちゃって、勝手に入れないんですよね。そう、だけどまあ、 そういう天然石もね、本当にね、天然かどうかっていうのが、もう、まあ難しい時代ですよね。偽物が出回ってるんでね。うん、まだけどまあ信じれば、まあ信じただけなんか効果があるのでね、まあもう偽物本物関係なく、まあ信じるってことはいいことだと思いますよ。それはね。ということで今日は、月をお届けいたしました。また月続編、ね、あのお届けいたしますので、 またあの聞いていただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。